はい、リード大阪 YouTube チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。今回ですね、BC ストリームさんに来ております2425モデルの、ニューモデルの紹介をしたいと思うんですけども、ね、いつもやったら、私がいてるんですけども、なんと中国に行ってまして、いません。なので、小さい私が来てくれました。チャンさんです。チャンさんです、お願いします。はい、多分ね、チャンさんの方がちゃんと紹介してくれるんで、はい、やりやすいです。アニメとか例えないんで、はい、あ、そうですよね、ちゃんと太陽拳とか言わないです。いや、言わないんですか。もう分かんない人分かんないですか。ドラゴンボールとか、そう一部にしか伝わらない、あんな説明、うん、ダメだと思う。はい、ラマの時代終わりましたんで、はい、ちゃんと商品説明をチャンさんの方にしてもらいたいと思います。はい、お願いします。ね、BC ストリームといえば、まあ、うちのお店はDR ブラフなんですけど、はい、チャンさんはどれ乗ってるんですか。自分は結構大会とかメインで乗るのはこれですね、はいはい、RX ですね。まあ、長さも本当にこれ乗ってるんですか。これ乗ってます。これ何センチ。159です。身長は149です。出たオーバー10センチオーバー10センチ。まあ、でも乗っちゃいけないってルールないんで、はい、まあ、確かに。そうです。でも多分長い板ってやっぱこうなんていうんですか、とっつきづらいというか、まあ、乗りづらそうって思うかもしれないですけど、だってこれは何、ごめんやけど、ハンマーヘッドっていう部類なの。そうそうそう、ハンマーヘッドです。これ形が、これがハンマーヘッドっていう部類なの。分かってない人いてると思いますけど、これがハンマーヘッドっていう形です。ね、こんなここまでエッジギンギンなやつ乗ったことない。でもカービングしますよね。する。楽ですよ。楽なん？楽です。でもここから使うわけやろ。もうだってノーズのキックこんだけしかないで。そうそうそう。でももう噛みつくのはここからなんで、うん、もう気持ちいいですよ。こっからここまでやろ。そう。もう F1 マシンやん。タイヤとタイヤが一番外についてるみたいな状態やん。そうかもしれない。めっちゃグリップ。めちゃめちゃグリップするし。うん、長いじゃないですか。自分にとってこれ長いんですけど、うん、こう結構なんか結構こういったって硬くて曲がりにくいとかって多いんですけど、この子こうノーズちょっと柔らかいんですよ。自分が押しただけでこんだけ倒すんです。すごい。柔らかいわ。思ったよりも柔らかいと思います。いつも乗っていたよりは硬いかもしれないですけど、思ったより柔らかいんですよ。柔らかい。柔らかいんです。柔らかいの？ノーズがっつりさしに行くとノーズたわむんですよ。うん、たわむ。だそのノーズをたわみ使ってターンサイズギュンって曲げて。うん、遊ぶのが好きでこればっかなんです。俺の偏見かもしれんけど、鉄板やと思ってた。そういうイメージの方多いと思うんですよ。うん、違うんです、これ。あ、でもテールは硬いわ、やっぱり。テールはちょっと張りあるです。張りあるわ。はい、だからノーズは柔らかいよ。ノーズでググッと入ってって、テールでポン走らせるっていうのができる板。深回ししたいとか。へぇ、はい、ちょっと、太陽拳やりたいとか。言ってるやん。例えてるやん。ラマさんのことは借りるとっすよ。うん、そういう気持ちがある方はこういうやつね。そうこういうやつ押したら返ってくる板なんですよ。うん、なんでこの板は面白いかもしれない。あ、なるほどね。はいはい、レングスが結構長いのもあるよね。そうなんです、74まであります。うちのお客さんが去年のシーズンに74注文してくれてて、はい、1本だけバカでかいやつが来て箱おかしないみたいな。いや、やばいのあります。やばい。そう開けたらどこまで板なんていうぐらいのやつがもう一生出てくるやみたいな。でもあれもこのノーズのたわみがあるから、あの長さだけど回せちゃうんですよ。自分も乗れます。あ、そうなんや。乗れます。なるほど。はい、これがこのノーマルバージョンと、これあれやろ。そうです、メタルが入ってます。金属入り。そうです。まあ、でもよく入ってる前面にとかじゃなくて、このエッジ際に入ってるだけなんで、そこまでガチガチじゃないです。自分も乗ります、これ。だから触ったらチタンが入ってんだろ。そうですね、チタン。なんで触ってみてください。ちょっと張りはあるんですけど、でもそんなにじゃないですか。思ってたよりは。そうなんですよ。思ってたよりいけるな、これ。ただやっぱり入ってることによってこう少ししっかりしてくれる分スピード出せたりとか、ちょっと攻めに行きやすさはありますね。ちょいちょい岐阜とかでも見るもんな、ハンマー乗ってる人。あ、マジですか。うん、たまにいてる。面白いと思います。そうなんですね。いいですよ。あとは？あとはちょっとあっちにあるんですけど。あ、あっちにありますか。持ってきていいですか？これ結構乗ります。これ何？ライダーズスペックの RS。 ライダーズスペックやん。はい、 DR とかと一緒なの。そう、でも今期からライダーズスペックっていうジャンルから DR が抜けたんですよ。卒業した。はい、一人立ちです。そうじゃないですか、あの人。まあもうライダーじゃないしな、もうあのレベルまで言うと。そう、うん、なんでここのジャンルから抜けた DR でもここに残ってる RS。 RS、 これはどういうボードなんですか。これもぶっちゃけ自分はラウンドボード系最強カービングボードと思ってるんですよ。なるほどね、はい、ハンマーじゃないラウンドボードやけど最強のカービング。もうちょっとやっぱ他の人いたよりも太さがあるのと、うん、まあ、RX と似てるんですけどテーパードが入ってるんですよね。なんでテールの方が少し細くなってて、うん、ラウンドボードだけど、まあ、ちょっとしっかりしててノーズもたわませにいけるしテール抜けるし、なんでハンマーまでガチガチの板乗りたくないけどカービングしたいなって人はこっちはいいんじゃないかなと思います。
これの方が優しい。優しいです。あそこが噛んじゃう分、うん、はまっちゃうんですよ。これね、形状ではめられちゃう。そうここが形状ではまっちゃう。そうそうそう。でもそれこいつはラウンドだから入りをルーズにもできるし、うん、自分から突っ込みに行けばかますこともできるって選択肢が、まあ、ちょっと与えられるみたいかな。ラマさんよりめちゃくちゃ説明うまいやん全然ラマさんいらんやん。でもこれも元はラマさん作ったんですよ。ラマなんや。そうなんです。 RS やもんね。そうそうそう、 R ついてるもんね。ちょっとね、ちょっとねピッてやりたいんですけど、うん、そうなんですよ。もうピッて R の部分ピッてピッてやりたいんですけどなんでカービングやりたいけど別にハンマーヘッドじゃなくていいよって方はこっちも選択肢としてはありかなと思います。なるほど。まあこれぐらいを試してみたいっていう人もいてるよね。そうですね。あ、でも確かに硬いわ。そうです、ちょっと張りあるですね。しっかりしてる、うん、わあ、もうあれやもんな。あ、でもそんなにキャンバー高くないねんね。そうですね、長さはでも2種類しかなくて、うん、これとあと62。え、そうなん、はい、2個しかないの。2個しかないです。5662です。で、チャンスある566です。なんで今まではぶっちゃけ62しか同じものってなかったんですけど、うん、メンズもレディースも乗れる板が56で去年から出たって感じなんですよ。62しかなかったの。62しかなかったんです。はいはいはい。ちょっと別で長さあった時代もあったんですけど、うん、中身が全然違う RS だったんですよ。なんでちょっとラインナップが綺麗になってラマさんが作った RS だけ残って長さが増えたって感じですね。ああ、なるほど。それが去年から。なんでこれも継続モデルになります。尊いね、ラマさん。ラマさんのやってることは尊いね。そうなんです。うん。でもまあライダーズスペック卒業したんでしょ。そうそうそう、あの人は。なんでこれはもうちゃんモデルね、変えてやろうかな。可愛いの K でいいやん。それかちゃんの C でもいいです。これとちゃんさん、ここと。そうですね、これがメインかなって、ね。まあまあ、だって現役でまだね、大会も出てはるもんね。大会は出てますね。でもそれとはやめたんですけど、ね、大会は出るので、うん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 、ありがとうございます。ありがとうございました。 DR 行きましょうか。 行きましょうか。 DR これがあのライダーズスペックから卒業された。はい、卒業しました。 DR と DR のワイド、はい、そうですね、ピンの方って感じ、ね、ピン と、スクエア系とっていう感じの分かり方が基本継続ですよね、去年から。そうなんです、グラフィックだけの変更で中身はほぼほぼ変わっておりません、はい、これがあれでしょ、ラマさんがすんごいこだわってあーだこーだ言った、何でしたっけ色が。これがうん、ちょっと待ってください、はい、ワーディーグリーンですね。ワーディーグリーン、ワーディーグリーン、ワーディーグリーン、ワーディーグリーン。こっちは、こっちはラリール、どれだ、ラーオレンジです。こっちはラーオレンジ、ラーオレンジとワーディーグリーン、ワーディーグリーン、はい、このグラフィックに結構こだわりがあるんですよね。そうなんです、なんかグラデーションをなんか元々入れたいなっていうのは頭にあったらしくて、うん、それとデザイナーさんとこういろいろやって出来上がった色みたいです、うん、なるほど、はい、ラメ入りで綺麗な感じで。そうなんですよ、可愛いっすね。48、はい、5461、あ、で61でこれだけちょっとやつはあれです、よく言ってたじゃないですか、57のラオート時とか言ってたやつ。これ、これがラオート時とか言ってたやつな。オートマチックで曲がるハンマーのテールがついてるやつで、こっちはブラフと同じような形状のテールがついてる。はい、あのね、DR 乗る方、僕は全然こっちをおすすめしますそうですね、一番優しいんで。これが癖で、これがもう癖ですね強癖です、これは。強癖です、ね、はい、ここもワイドやもんね。これワイドです、はい。なんで5562、あと普通に、あとただの62もこっち。これでも固なってない。ここだけちょっと強化するための材料が入ったらしいです。ちょっと強くしたいところを強くしたっていう、なんか必要なあの変更点なので、うんうんうん、ちょっとこういうのには乗ってないんですけど、うん、気持ちもしかしたら硬く感じるかも。あ、はい、ここどん詰まる部分ね。そうどん詰まりやらかし部分ね。そう、ラマさんがあんな乗り方して言うからね。ラマがあんな乗り方するからやれると思ってやっちゃう人がどん詰まるっていう。そうです、気をつけてください、ね、どん詰まってもいいんですよ、うん、どん詰まると逃がしてくださいね、皆さんね。いや、それがね、できないんですよ、はい、普通の人はプロのお二方みたいにどん詰まったら逃がしてくださいねとか、そんな簡単になっちゃうから。どん詰まったらどん詰まるからそのまま飛んでいくから。いや、もう癖ですね。そうです、なんで変更点はそこら辺で、とにかく今年は中身は変わってないけど、はい、ラマさんはもうグラフィックにこだわったってところは強く言ってたので、うん、なんか気分を上げたいときはここ見るらしいです、明るいから。あ、そうなんや、はい、で先っちょ見たら。そうそうそう、で沈めたいときはこっち見るらしいです。あー、なるほど、はい、後ろ見たらちょっと気持ちを落ち着かせて、でも上げなあかんときは前見ろと。こっち見る、コントロールするために使ってるらしいですこれがゲージになってね。そういうことです、上がっていくゲージや。ラマさんの目線見ると、うん、今どうしたいか分かるっていう。あ、じゃあ後ろばっか見てたら、うん、あ、ちょっと落ち着かしたいなって、こうなってて、こうなってて、焚きつけられててあ、じゃあこっちはもうもっともっと濃い、もっと上げなきゃってなって。あー、なるほどね、絶対見ひん。ありがとうございます、はい、じゃあ次ブラフですね。ブラフ行きましょうか。ブラフ、はい、ブラフちゃんです。ブラフも、中身は変わってなくてグラフィックだけの変更になってます。綺麗ね、写真のね。写真になりました。転写が可愛いですね。あ、でもこの道の感じは一緒なんよね。そうですね、ここは使ってて、はい、山のイメージでね、はい、
このマークも変わらず、変わってないです、はい、基本的なスペック変わらずで、はい、まあ、デザイン変更っていう感じですね。なるほどなるほど。でこの子も多少ここに入ってるみたいなので、もしかしたら、そうなんや、補強はされてるみたいです。こいつがちょっと補強されてるんや、はい、これはもともとライダースペックじゃないよね。これは違います。ブラフはブラフっていうラインナップだけです。そうやね、はい、でも結構去年のこう変更点でワイド化とかなりソフトになったので、うんうん、その乗り味はそのまま残ってると思いますよ。やっぱでもこれ評判いいから乗りやすいっていうね、うん、ワイドの割にはダブルロッカーで乗りやすいっていう評判あるんでいいと思います。なんかカービングの人もやっぱこの形状はここが引っかかる感じがやっぱ好きなので、いいそうですね。あとワイドっていうのもあるし、やっぱりワイドがいいの。やっぱりワイドの方が可能性が自分は高いというか広い気がしますよね。でも RX 乗ってるでしょ。 RX も実はワイド目なんですよ。あ、そうなんや。そうなんです。自分が乗ってる板も結構ワイドプラス自分ちっちゃいくせに長いのなので勝手にワイドになるっていうのもあるんですけど、あ、確かにね、はいはいはい、太さで長さ選んでるみたいなところはありますね。はい、まあ、長さ重視よりも太さ重視みたいな。あ、なるほどね。そっちで選んでる。そう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 。じゃあ結果的にその長さになったよってぐらいのイメージはね。そうです。だから気にしないんですね。あ、長さはね、はい。長さはそんな気にしなくて使いこなせたらええやんっていう感じね。太さを重視して。はい、あ、なるほど。皆さんもね、あのよかったらチャンさんみたいにちょっとこう考慮する場所、長さ以外の部分に可能性を ね見出してみてはいかがでしょうか。はい。はい、ということでね、もうほらラマーさんじゃないからさ。めっちゃ早いやん。ラマさんと30分くらい喋ってますよ。そうやね、はい、もうラマさんやったら気づいたら日暮れてるからさ。やっぱり